金剛寺は、東京都北区滝野川三丁目にある新聞州、豊山派の寺院。寺殿によると、工房大師、空海がこの地を有歴し自ら不動明王像を彫ったと言われている。この不動像は、現在当寺院の本尊になっているものである。その後、平安時代末期、源、頼朝の時代に、源の頼朝自身が、当地に婦人を張り、 道吾を混流また田園を寄進したと伝えられている。その後、荒廃したが戦国時代に天文年間に、アジャリ、ユインという層が再興し、新言宗の寺院にしたと言われている。当寺院一帯は、江戸時代から紅葉の名所として知られていたことから、当寺院は、もみじ寺の別称でも知られている。また、当寺院付近は、豊島市の士族滝野川市の館である、 滝野川城跡であるとも言われ、滝野川の歴史を知る上でも価値があるものとされている。また、かつて当時飲料域内には、松葉瀬弁天と呼ばれる、弁祭天を祀った祠があった。松葉瀬弁天は、当人坊に流れる石神井川の駆け下にあった、洞窟に祀られていた、弁祭天である。弁祭天は、工房大師の作とも言われ、東洞窟付近はかつては、金剛寺の領地内であった。 なお松橋は、当地の救命で、弁災店は岩屋にあったことから、岩屋弁店とも言われた。かつて当地に婦人した、源頼朝が弁災店に立ちを奉納したと言われているが、立ちも弁天像も現在はないとされている。さらに、弁天像を治めていた岩屋も、1975年頃に、石寺側の護岸工事が行われた際に取り壊された。当地付近は滝も多く、 江戸時代から滝遊びや紅葉の見物さらに松場瀬弁天の参拝などで多くの人が来ていたと言われている。江戸市中でも松場瀬弁天の存在はよく知られており、現在でも松場瀬弁天への投票が区内に残されている。ありがとうございます。